とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー20周やっていきます。今日は欲しい誕生と終焉を装備していきたいと思います。まあ、中では装備しないんだけどね。行きましょう。出てくれよ。それでは、まず一発目。ソウルダンサーぐらいか、まあまあいらないけどね。でもエンチャントはね、まあ、クールダウンはないにしろポーションバリアヘルスシナジーとかあって悪くはないエンチャントのところだと思うよ。どうだ、行きましょう。次2回目。おいおい、あ、でもリゾルトテンペストナイフか、意外とね、火力あったのよね。で、チルゲールじゃなくて、こっちの方だったら、まだ使えそうな気もするんだよね。で、リフレッシュがついてる？で、いやーでもね、一発が結構ね、100万いかないやつだから、それにリフレッシュか。ちょっと微妙な気もするな。リフレッシュ、虚無。いや、虚無、合わないな。クリティカルと、凶暴化はありな気がするけども、いやー違うんだろうな。で、怒りクレイムはいらないね。まあ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 、次行きましょう。なんだこれもう、ああ待て、いてつく金属片、いやダメだダメだ、弱体化だけか、重力弱体化はいいけど、あとがダメだ、輝きついてないな。あのね、重力弱体化、虚無、輝きが欲しい。難しいな。難しいけども、まあまあまあ、その4つがついてるやつを狙います。あとはまあまあまあ、ダメでしょう。次！あ！フルメタルも今探してるんだけども、まあ、クールダウンついてないよね。ダメか。フルメタルも今探してるんですけどね。やっぱりタワーで厳選するとなると難しいかな。ストームランダー、重力付き。輝き、今日は、いやー、よろしくない。悪くはないぐらいだけどね。でも、いらないかな。次、行きましょう。5回目、違うんだ。バーストボーストリングついてないな。クールダウンショットはあるから、これもともとロールチャージついてんのよ。それでありなんだけど、違うんだ。これに、バーストボーストリングもついて、まあ、さらに言えば、弱体化と虚無がついてほしいのよ。まあ、難しいけどね。厳しい。まあ残り2つはまあ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 でしょ。はい、次どうだ。反逆者ぐらいか。バトルローブダメ、反逆者、無謀か。無謀もね、使ってみたい気はするんだけど、一度やって全然使いこなせなかったから使ってないんですよね。まあまあまあ、そのうち使っていきましょうか。次 !7 回目ぐらいかな ?7 回目だな。バブルバースター、ようやく出ました。ようやくじゃねえな。たまに見るけどね。はい、ダメ。ロールチャージはついてる。よろしくないでーす。難しいよね、やっぱり。タワーで出すってなるとね。でも出た時が嬉しいんだ。はい、どうだ、ダメでーす。あ、でもクールダウンなんかついてるね。期待しとこう。お願いします。来てないねー、クールダウンなし。次、これが10回目です。10回目は全部ユニークが来たね。ダメダメダメ。次、後半戦行きましょう。ビーハイブ、まあまあまあ。ついてないね、クールダウン。
ささやく。いやー微妙だな。ソウルダンサークールダウンなし。頼むよ、なんか一つ来てくれ。残り9回で、いや残り8回か。12回目、バーストゲイル。お、今日2回目だよ。2回目の登場、どうだ。クールダウンショットついてません。超クロスもダメですね。次、おう、次もちょっと微妙か。今日も何も来ない感じか、もしや。いや、まだ、まだあるぞ、まだあるぞ。ダメだ。クールダウンがついてない。よし、もう少し行きます。お！あー、いや、こっちはね、クールダウンついてるよ。影、でももう今更必要ないかなともう思いつつある。実際。でもまあまあ、欲しいっちゃ欲しいね。毒市か。まあ、いらないかな。流れ込む魂ついてない。影は、クールダウンついてません。ついてませんですね。はい。まあまあ、とりあえずこっちのクールダウンの方にしときましょうか。15回目リフレッシュか。ダガー系に、リフレッシュはちょっとな。手数で攻めるから、これは輝きがいいんだ。はい、次。おー、クールダウンがついてないね。こっちは、こっちもかい。クールダウンなしだ。まあ、そうだな。15回目こんな感じです。じゃあ残り、頑張っていきましょう。頼むよ、出てくれよ。ビースティンガーぐらいか。いや、でもなんかワンチャンある武器、防具、出てきてくれるから、まあまだマシだね。いつもよりはいい感じ。エンチャント次第なのよ。物は出るけども。エンチャント、頼む！あー、惜しい！惜しい！惜しい！すごい惜しくない？重力ついてる、いいよ。で、虚無でしょ？いいよ、いいよ。で、残り2つに、輝きと弱体化だよ。惜しいなぁ。いや、2つ来てるっていうことは、なかなか惜しかった。次、次行きましょう。次はなんだ？まあ、まあね、まあね。クールダウンないね。力の弓は、ダイナモはあって、オーバーチャージはある。まあまあ、使えなくはないけども、これよりいいやつが持ってるんだよな。なので、いりません。氷の牙。渋いね。じゃあまた、行きましょうか。最後、残り3回。頑張りましょう。行くぞ。残り3回。なんか緑色のやつがいっぱい出たよ。残り3回行きましょう。つたー。違うな。金メッキか。クールダウンついてるよ。クールダウンついてるけど。いりません。エメラルド。微妙ですね。残り2回かー。頼むよ。なんか来てー。あと2回。クールダウンなし。ベビー、まず持っていらない。ダイヤモンドツルハシ。悪くないかも。悪くないかも。ダイヤモンドのツルハシは、まあ、武器の中では火力がある方なのよね。なので、まあ、まあ、重力っていうのはすごくいいよね。重力すごくいい。で、左が、衝撃波すごい合うね。衝撃波。一番右が、旋風で真ん中に、いやー、これ微妙かな。ちょ、使い方がね、やっぱちょっと難しいんだよね。輝きで回復していくのか、リフレッシュを取っていくのかっていうので、ちょっと難しいな。はい、まあまあ、次行きましょう。ラスト！ラスト！微妙なやつが来たね。
いやでも魔術師のローブでか、影突破しないよこれではね。次、いやーまあカバンビルドはいけるけどもちょっと微妙だけどね。ラストこれか、まあ仕方ないですね。はい、ということで今日も20周やりましたけどもダメです、タワーシーズン9あと2日間かな、3日間か、うん、まあまあ来週で終わりなのでもう少しやってみます。うん、まあ9の間に1個ぐらいね欲しいところですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。